編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ虎の楽屋トーク。受験生版タイガーファンディング虎の楽屋トークです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、ブリハムヤングユニバーシティハワイでの学びを通して社会起業家として活躍し続ける人材になりたいというプランで来た田村香乃さん18歳の会が今終わったところで、長かったですね。長かったですね。1時間20分ぐらいかかりましたが、はい、まずは小橋さんからいきましょう、はい、全体通じてどうですか。そうですね、まあ、人柄は本当素直でいい子だと思ったんですけど、はい、やっぱりこっちの質問にもふわーっとしか答えられなくて、まあ、ちょっと極端に言うとちょっとこう空っぽというか、うん、お金を出すってところになかなか至らなかったっていう感じですね、うんうん、そんな中であの条件が出ましたが、はい、それを聞いた時の率直な感想を、まずよくわかんないなっていうのと、まあ、岩市長にどういうことって言われて、僕の左側の人が急にめちゃめちゃ汗かき始めたなんか困惑してるなみたいな感じでちょっとね、時間も伸びちゃったんでね、後でちゃんと謝っといたら申し訳ないね。僕あの令和の話でどんな話になったのかまだ見てないんですけど、あの実際どうだったんですか、条件出した時は。止めないと止めないとが先行してちょっとごちゃごちゃごちゃっとしちゃったまま、その止めないと止めないとっていうのは、はい、彼女があの大学に行くことを止めないとって思ったんだ。はい。なんでそこまで思っちゃったんですか。トラたちの指摘したところは僕もその通りだなと思ったし、うん、はい、彼女は大学行って幸せにならないんじゃないかなっていう風に心の底から思っちゃって、止める手段何かな、止める手段何かなっていう風に考えてちょっとおかしな行動してしまいました。いかがですか。でもこの裏で完全に両方派、賛成派、同盟を組みました。そう、あ、そうそうそう、あの、まあ、裏でね、あ、裏で、ね、いや、裏側だと思ったんだよ。令和の裏で、ね、僕は、はい、あの高田先生、まあ、岩井さんにね、まあ、ちょっとごにょごにょして怒られちゃったけど、いや、よう言ったなって言いました、僕。あ、そうなんだ、はい、岩井さんもおっしゃる通りそこまで決める権利ないんですけど、はい、あの一般的に考えてマニアックな方向に進む、かつ普通の子がマニアックな大学に行くわけじゃないですか、はい、あんまり良くないよっては言いました、うん、要するにぶっ飛んでる子がマニアックな道行くのは OK なんですよ、うん、だってそっちで弾けれる、うん、けど彼女は至極真っ当な普通のいい子なので、多分普通のルート行った方が多分幸せ確率高いんじゃないかなっていう話は彼女にしました。さあ水川どうですか。はい、あのダルマ出た時の岩井社長からどういうことって言われた時の高田先生の右手、すごかったですよ。めっちゃこうなってました。端っこめっちゃ怖かったんで、これはって思ったんですけど、まあ、あの田村さんの話をすると、まあ、本当に素直ないい女の子っていう感じはしてました。で、ああいう女の子ってすごくいっぱいいるんで、うん、大学行って何か見つけたいですは、はい、別に全然いいと思うんですけど、全然いいね、まあ、投資してくれ、融資してくれっていうのは、うん、ちょっと、うん、違うよとは、そこが違うだけなんだよね、うん、まあ、あんな子ばっかりじゃないですか、うん、でいいじゃないですかそれで。だから僕だって、まあ、大学入った時にね、自分の人生こうしたいとかって全くなかったんで、だから全然いい。僕なんかあの中退してからも分かんなかったからね、うん、はい、だからただやっぱお金をねくださいっていう以上は明確なものがなければ出す理由がないわけですから、うん、そこのところはやっぱりちゃんとしとかないといけないなと思いました。お金があり頑張れば出せるかもっていうのが、うん、もう一個引っかかったかなとか、うん、酒井さん、いかがですか。僕今回は結構一番冷たかったですね、うん、個人的には、うん、まあ、なんでかっていうと僕がやっぱりそのままやってきたことのなんか昔の自分みたいな感じだったんで、うん、僕の周りの大学生の友達もあんな子ばっかなんですよ、うん、だからこそ中身何のプランもないのにお金出してくれっていうのはなめんなよって思っちゃいました。うん、うん、本当に冷たかった。冷圧でしたね。年近いからなんかいい。ああ、まあそれもそうですね、それもあります。確かに確かに。なんか、酒井さんは最初からね、厳しいよ、結構言うことは。うん、でも、すごい的確で、僕は、あの、いいと思いますね。うん、さあ、改めて、細井さん。僕らって、多くの子供たちを見てるから、成功確率みたいなのがわかるじゃないですか。この子がこういう選択をしたら、多分、うまくいくな。あ、この子はこの選択すると、あんまうまくいかないな、みたいなのが、まあ、見えちゃうわけですよね。だから、彼女にとってこの選択肢が、まあ、彼女はいいと思うんですけど、客観的に見たらもっといい選択肢もあるんだろうなっていうふうな。だから、その、まあ、一つの提案ができただけでも、今回の会の意味があって、まあ、行って彼女がね、まあ、4年やり遂げるかわからないですけど、まあ、何か一つのね、まあ、選択肢になってくれればいいかなと思いますけどね、うん、うん、けど変えませんでしたね、行きたいっていう気持ちはね、うん、そうなんですよね。19年間ずっとね、そういう世界の中で生きてきてるから、なかなかに簡単には変わらないとは思いますけどね。いや、そう
ですよ、はい、だから結構やっぱ生徒さんの中でも子供の頃から持たされた心情みたいのにずっと乗っかってて、うん、それが全て自分の信念やみたいに言ってる子いるんですけど、はいはい、そういう子も18歳19歳ってそれなんですけど、うん、例えば自分がまた28歳ぐらいになった時10年前の自分を思うと、うん、なんであの時私はあんなのに取り憑かれてたんだろうって、うん、みんな思うじゃないですか、うん、で僕らもそういうことあるじゃないですか、うん、だからここで正しいと思ってることが本当後から見ても正しいなんて誰もわからないですよ。そうだね。そうだから先輩として言ってあげるしかないし、うん、今あなたがこうね大事に持ってるものっていうのは、うん、実はあなた10年後見たら持たなきゃよかったと思ってるかもしれないよって言いたいですよね、うんうん、はい、うん、彼女田村かのさんで僕なんて面談の時に全然こんな風になると思わなかったから冗談で君もし彼氏がいて別れて元カノって言われた時君の名前カノだけど面白くねみたいな冗談全然思わないよなんか全然言う日あの感じもなく終わってた全然思わないよ、はい、つまんないですね話はね、はい、田中さんに謝った方がいいんじゃないなんか最近あの風味いじめてるようでそうだそうだいや岩井社長も心を持って志願者の方と接してるのに僕はそれをちょっとなんか否定してしまってるように聞こえてしまったやってないやってない何かで、はい、細い下に噛みつくことで目立ちたいんですよいやなんかそう本編目立てないと最後にわけわからんことしてくるなんか調子合わせてよすみませんタレメチコ背負ってますからね。ヤマミなき今。ヤマミいないね。ヤマミは何どうしたの？ちょっと交代しながら出てこうみたいな感じで。はい、はい、そろそろまだ出てほしいですね。ちょっと僕今日でちょっとあれかもしれない。オーナーがそろそろ出たいなーって。ちょっと関わりはないんで。はい、はい、どうなるかちょっとはいわかんないです。あ、オーナーがね。経営社長もいますし。確かに、はいはい、株主さんがね、ちょっと出たいって言ってるかもしれない。はい、はいはい、ちょっと僕の立場では。はい、はい、今回は OK ですよ、すいません、ご迷惑おかけしました。条件付きオールぐらいはせめて学んでから出てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。受験生版タイガーファンディング志願者募集中。夢に踏み出したい、熱意のある方大募集。詳しくは概要欄から。